チマン、ダブルフォー、タイトルホルダーズカップ、トップリーガナール対ビアンコネロ、最高のピッチコンディションの中、スポーツフットボールパーク、実況金田ベッドがお送りします。ビアンコネロ、ホグバー、早く試合を始めてほしいというような素振りを見せます。ダブルフォータイトルホルダーズカップ、今試合開始です。左から右に攻めるのはベンチのユニフォーム、トップリーガナール、フォーメーションは4-5-1、右から左に攻めます。ピンクのユニフォーム、イタリアの大将軍ビアンコネロ、率いますはサー一監督、フォーメーションは3-5-2、ジャンルージブフォーム監督もこの選手には格別の期待を寄せているようです。このボールをマビー抑えてファウヤー、トラック、キャリー、ポグバ、運んでいった、ドリブリング、イグアイ、取り返します。サン上がっていった、サタン、キャリー、ピルロ、奪われます。これはボールを受けてキャリー、攻め込んでいきます。上がっていったキャリー、早いアプローチ、しのぎました。ボールを回します。ジェンキンソン、奪ったのはナビです。さあビアンコネロ、エルピエロ、ここで打ってきた。ジェンキンソン、ここでフェノード0-0、前半45分が終了です。さあ後半戦が始まりました。パスを出す、パスを出してきた、トラフィルロ、トーローグで回していく、ジョンソン、ナイスカバー、このボールをジェンリーニー、パス、期待を込めて片手から指示が飛びます。このボールをマビー、熱いプレーでチームに火をつけたい。この位置からウムワ、タッチを割ります。ジャンキンさん、ボールを投げ入れる、インス、奪い返してボルチから、ダンナバーのピルロ、ネルベン、これはキーパー、ボールを出します。このパスは通りません。このボールを横に出して、横に出します。このボールをスペースに出す。ナイスディフェンス。ケンリーニー。ここでスルーパス。トラック。左足でシュート。これは追いつきません。ビアンコネロ。さあチャンスを迎える。シュートを打ちました。試合は終盤へと向かいます。ダビドキルズで試合を決めることができる選手です。ゴール前に選手が集まります。ヘディングでクリア。バッター横に出す。抑えて。アンディ。抑えて。つなぐ。ダビス。これは鋭いパス。ボールを受けて。サービスから。ベーラミー。ベーラミー。メレ、ボールを運びます。ここでホイッスルが鳴りました。スコアレスドロー、決着がつきませんでした。